Watastachi no yorokobi, watastachi no kansei wa tekisetsu na kotae kara kuru. Watastachi wa motomo judai na shitsumon ni kotaeru koto ga dekiru naraba, watastachi no jinsei wa tadashiku okurimasu. Soste fukaku made ikiru. Sodenai to watastachi ga chirasarete ita mono toste ikite shimau mayotta hitsuji. Aru imi de kono mayotta hitsuji wa mure kara hanarete Kyodotai から離れて, この Shema の言葉を失ってしまったというもののイメージです。Shema という神の言葉の私たちのうちにの実現だけは、私たちを人間にする。誠の人間、完成されている人間にする。なぜかというと、私たちが唯一な神を私たちのすべてを尽くして愛してから、私たち自身と私たちの人生のすべては一つになって、私たちを神に創造された完全な神の子として、私たちを生かす。私たちは愛するために生まれた。愛するによって永遠に考えて、ある時には作られて生まれて、そして愛するためだけ私たちは生きています。力も魂もバラバラになってしまうと、迷った羊になってしまう。すべては神を愛するために私たちが作られた。これは天国の味見。天国ではアダムとイブは神を愛しただけです。そして仕事をしながら、子供を作りながら、いろんなことをしながら、考えながら、神を愛しました。罪を犯してから、神と切ってもうバラバラとなって、すべてがバラバラとなって、モザイクのすべての部分がめちゃくちゃになってしまいました。しかし私たちが教会に呼ばれた、クリストがこの迷った羊である私たち、このめちゃくちゃの生活を送っていた私たち、本当にバラバラのような人生を送った私たちを探しに来て、私たちを背負ってになって、そして共同体に導いてくれました。で、共同体の中で私たちは何を学んでいますか？神は唯一であるという真実。神は唯一という事実を経験すると、私たちの人生も片付けられます。神は唯一、他の神々がいない。だから長い間歩んで、だから若者はそれを聞いています。私たちは子供たちに、シマイスラエル、この最も大切な掟と伝えますけれども、子供たちがまだ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 。なぜかというと、神が唯一ということを、けどまだ経験しない。だから、このシマ、いつ私たちの人生は完成されられるんですか？死ぬ前に。臨終の時、あるいは殉教の時。すべての神々が砕かれた時。何にも頼れない時、すべてが失敗した時、すべて、健康管理、自分の名誉、自分の理性とか、すべてが倒れたら、砕かれたら、あ、やっぱり、私を愛するのがただ神だけです。これは秘密。神だけ、神だけ私を生かす、私を愛する、私は我も私を慰めます。こういう経験をした途端に、力を尽くし、魂を尽くし、心を尽くして神を愛することができる。それによって私たちの人生は完成される。人間としても完成されられて、みんなの前に天国の地味を示す証しをする。